4月8日から東京公演が開催される世界最高峰のアイスショースターズオンアイスジャパンツアー2022。公式サイトに大阪公演での様子が掲載され、続く東京公演への期待が高まる中、出演スケーターたちから東京公演へのコメントがあると、ファンからは喜びの声が寄せられています。4月2日、3日に大阪東和薬品マクタブドームで開催された大阪公演では、先日の世界選手権で大活躍した宇野昌磨選手や坂本花織選手、ペアのりくりゅうなど、今シーズン世界中のファンを興奮させてきたトップスケーターたちが集結し、華麗な演技を披露。5日には公式サイトが更新され、スペシャルページには大阪公演の終了のお知らせとともに、グループナンバーでの様子や集合写真などが掲載。また一部のスケーターの写真が更新され、続く東京公演に向けて期待が高まっていました。そんな中、出演スケーターたちからは東京公演に向けての PR が行われており、宇野選手からは宇野昌磨です、今シーズンの集大成ではありませんけれども、今シーズンやってきた自分の練習や試合で培ってきたものの一部を皆さんに披露したいと思います、ぜひご覧くださいと語られると、公開半日で2万回以上視聴され、多くのいいねがつけられていました。また姉さんチェン選手の日本版 SNS でも公式サイトの更新や東京公演の PR が行われていました。8日からスタートする東京公演では、坂本選手が不参加となっていますが、その代わりに世界選手権、北京冬季オリンピックともに銀メダリストとなった今シーズン絶好調の鍵山優真選手が出演することとなっています。鍵山選手は世界選手権前に中央大学合格を報告しており、5日には入学式に出席、勉学に励むと同時にスケートでもさらなる向上を誓っていました。この他にも今シーズンの活躍により地元から表彰される選手たちがそのことを報告していたり、練習拠点を海外に持つ選手たちが久しぶりの日本滞在を楽しむ様子などを発信したりと、大会やアイスショーの忙しい合間を縫って出場スケーターの皆さんから自身の SNS を通じて様々な活動を報告していました。東京国立代々木競技場第一体育館で開催される東京公演は、4月8日から10日までの3日間に4公演が行われ、 CS 放送 TBS チャンネル1にて3日連続生中継されますが、地上波でも9日16時から放送されることとなっています。大阪公演を盛り上げ、続く東京公演でも期待の高まるスケーターたちに、ファンから寄せられたメッセージをまとめましたので、ご覧ください。スターズオンアイスや、各スケーターたちの SNS など、詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。